すりサラグモニオリニーフやジャポニカオイ1960は、サラグモかのくも。受け皿型のサラモウを張り、その上面らに定位する。体長は、雌雄ともに2.8から3.5ミリメートル。頭胸部はほぼ気褐色から茶褐色で、頭部は色が濃くなっている。ふわしも頭胸部とほぼ同色。腹部は大型で、茶褐色、不明瞭な反紋がある。 反門の中では中央が色濃く両側円沿いに白い斜めになった棒状藩が並んでいるのがやや目を引く。腹部仮面では V 字状の白藩とデイト突起の周りに黒い感情の反門がある。日本では本州、四国、九州に分布。国外ではロシア極東地域、中国、韓国から知られる。日本では里山から山地まで。 林道や渓流沿いの樹木の枝破間や枯れ枝、層の間などに網を張る。生態は5から8月に見られる。中央が下向きにくぼんだ皿状のシートからなる上向きの皿網を作る。網の小道は5から7センチメートル、深さ2.5から4センチメートルで、このタイプとしては深い皿状である。雲は皿状のシートの上面に背面を上に向けて定位する。これは、 サラグモ類では、異例で、サラグモかの春受け皿、伏せ皿、シート毛に対して、その折り面に覆面を上に向け、ぶら下がる姿勢を取るのが通例である。これは、小金雲浄化を通じてもこれが普通で、水平な網面の上に雲が転移する例は、ごく少ない。本種は、釣りサラグモ属のタイプ種である。日本では、同族のものとしては他に、 くすみサラグモ、ハンモックサラグモ、ムネグロサラグモの3種があり、いずれも形態や反ンもよく似ており、春網も受け皿で似ている。ただ、シートの上面に定位するのはこの種だけである。また、腹部側面に白い棒状斑が並ぶのもやや目立つ特徴である。小野 P339 やギヌマシンカイ P143。ありがとうございます。